はい、どうも、シクです。ジョンです。トータロです。今日の企画はヤリモク男のタグチャットへでーす。はい、今日はですね、リチェスさんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。圧倒的ビジュアルで聞き慣れない風が聞こえた。言ったことないです、僕ら。風とかテイストがちょっと人種が違うんで。あの、月曜から夜更かしという番組で、はい、あの、はい、パリピという言葉を日本に定着させた方です。はい、ガツイガツイ。いつも主にティーバッグで活動してました。検索すれば出てきてると思うので、ぜひリチェスで見てみてください。濃いな、今日。よろしくお願いします。ということでね、あの、リチェス今、歌舞伎町でツアーとかされてるじゃないですか、はい、あ、そうですね、はい、ね、なんで、その、もう、やりもく男、はい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 、いろんなシーンをこう目撃されてると思うんですよ、うんうんうん、まあ間違いないです ね、うん、で、ご自身もパリピということで、はい、まあいろいろこういう、いろんな手口でこう女の子を口説いてこられたと思うんですけど、うんうん、ああ、なるほどですね。相当言ってますよ。言ってないとおかしいですよ。辻褄が合わない合わんから、この見た目は。なんでね、まあ僕らの意見も交えながら、はい、あの、こういう男にはまあ皆さん気をつけてくださいねってことね。ああ、なるほどですね、はい、ぜひ参考にしていただこうということで、うん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 、はい、出していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はいはいはい、ラブホの近くの居酒屋を予約する。はい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 、これは裏じゃないですか。これは僕やってました。正解正解。懸命にね、やっぱすぐこう、連れて行きやすい、スムーズに行くようにやっぱやんないダメなんですよ。5分は気持ち冷めちゃうの、女の子の5分で冷めちゃうんで、早い、温まった状態で次行こうかーっつって行けるようにしてましたね。そう、だからやっけに予約場所と近いぞみたいになったら、たまにラブホ街の中にポツンと居酒屋あったりしますもんね。あるっすね、あるっすね。ありますよね、異様な佇まいの。そんな露骨に行くんですか。もうちょい離れてくるんですかね。はいはい、はい。さあ、これはね、はい、あれあれなんですよ。まあ、無駄に歯が白いっていうね。これはマジであれあれですね。あれあれなんですね。これなんかやられてるんですか、白い人は。あの、ホワイトニングとか、なんか美意識無駄に高いやつ多いんですよ、今の人。へぇ、やっぱ清潔感、はいはいはい、僕みたいにやっぱちょっとあの、造形が良くないタイプは清潔感で売っていかないといけないんで。なるほど。そのバッチリと歯を綺麗にいつもして、はいはい、女の子と望むっていう。望むって言わないと。マジ歯白いやつは本当に気をつけた方がいい。気をつけた方がいい。不自然な白さがあれ今下がった方がいいですね。新庄みたいな。そうそうそう、危ないです危ないです。確かに女のためにはい、はい、そうだろう。遊んだ方がいいよって言いがち。あー、めちゃくちゃ刺さるわ、なんか。いや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 、分かりすぎて。そんだけど、謎なんですけど、遊んだ方がいいよってもう直でめちゃめちゃ言うんすよね。へぇ、女の子とかと飲んでて、その、いや、最近どうしてんのみたいなとか、やってんのみたいなことで、あんまりやってないかなみたいな、もったいないよみたいな。遊んだ方がいいよ。すごい、人生一回なんだからさ。やってたわ。部長トークですか。マジでこれもう鉄板っすよ。社会人時代に見てたやりもく男全部リチェスさんでしょ。やだな。それで誘導するんや。これでなんかこれでほぐしていって実際ほぐれることあるんですか。ほぐれますね、やっぱ少しずつ。やっぱ行っていくと女の子もだんだん酔っ払ってるんで、あ、確かに、あ、やっぱそっちの方がいいのかなってこう前にさせるんですよね。洗脳と一緒っすね。そうですよね。洗脳と一緒っすね。言っちゃいたい。認識を歪めてくるんですね。なるほどなるほど。酒とのコンボで、はいはい、はい、いいですか。まあこれはね、結構皆さん分かるかもしれないですけど、はいはい、あの、無駄にテキーラ強要してくるやつ。あー、大体そうっすよね。これはもう絶対いるじゃないですか。少しでもこう酔わせて、はいはいはい、それこそさっきの話じゃないですけど、あの、麻痺させるっていうね、はい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 、これは僕かなりやってましたね。全部それで締めるんですよね。答え合わせなんですね。ですね。テキーラの供述。テキーラだけじゃなくて、まあ、強い酒とかは、まあ、結構強要してくるやつは、もう酔わせてなんとかしようとしてるんでね、気をつけてください。でも男がその女の人にいっぱい飲ましたいって、うん、そのやりたい以外の目的あるんですか。ないです。断言しました。ないです。ですよね。ないんですよ。そん
んな飲ませる必要ないもん、うん、本当はね。そうですよね、うん、一緒に飲んでいきたいとかいうやつはおるかもしれないけどね、うん、そんなやつも怪しいし、確かに基本的に、はい、はい、はい、そうだろう。ちょっと優しめなやついきますわ、うん、性的な質問しかしてこんっていう、あやつなんですけど、まあ、多分2人で行ってるとかやとして、うん、狙っとったらもうちょい、なんでしょうね、その人のことを知りたい質問を投げると思うんですけど、うん、基本も何カップなんとか、うん、どんなしてんの、どこが気持ちいいの、どんなんがええのみたいなことばっか聞いてくるやつは、うん、もう今日の夜のその先しか見てへんから。いや、そうやな、しかいない、しかいなんか僕今月それやってるんですよ。やってるかい。やってるんですよ、それ。なんか気まずいな、なんか。いや、それはそうや、多分そうですね、やっぱ少しずつやっぱ下ネタの話とかしていったから知らないと、そう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 、もちろん混ぜていくんすけどね、盛り上がるから。もうほんまに性的な質問しかせんから、後半はな、ほんまに聞いてください、ほんまその先しか考えてないマジでマジでそうですね。はい、俺ちょっとあの会話のことなんですけど、見た目のパーツばっか褒めてくる。あー、人じゃなくてね。そう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 、それの中身とかじゃなくて、ね、可愛いねとか、髪綺麗だねとか、髪綺麗だね、目綺麗だねとか、ですね、そうそう、そっちのあっさいところばっかやりたいだけだ、中身興味ないですよ。そうなんですよ、なるほどなるほど、僕のことじゃないですよ、そういうやつがいるんだよ、それはってことですよね。一般的な話してますからね、あくまで。はい、いいですか。待ち合わせの集合時間遅め。いや、あー、そうですよね、だいたい12時集合ぐらい、あの終電で返さないために。はいはいはい、この間ご飯行った時それでしたね。それはそれで遅めスタートで、絶対かね。まあでもそうっすよね。そうそうそう、で多分やりたかったら19時から22時なんて面倒くさい時間なんで。そうなんですよ、普通にあの終電で解散になっちゃうんで。そうですね、その先を見据えてしっかり深夜に持ち込めるようにね、セッティングをするっていう。やってましたね。はい、大丈夫。はい、あのこういう見た目の人。俺やないかい。この見た目でやられてない方いますか。僕しかいないですよ。確かに。うまいっすね。ありがとうございます。絵がうまいんすよ。頑張っていただいてます。皆さんにインスタを作って書いてました。こういう系のサングラスしてるパリピ系はマジ危ない。そうですね、逆にハッピー野郎やと思ってました俺。あぶない、ハッピーなやつが一番危ない。あ、そうなんですか。親しみやすい感じで来るんで気をつけた方がいいです。僕のことじゃないでしょ。こういう見た目の人はそう、危ないですね。ハッピー野郎でやりもくじゃない人とかっているんですか。結構清純だけど。いや、いないです。わ、俺騙されてましたね。悲しい世界だった。いないです。全員そうなんですね。全員そうですね。楽しく飲めりゃいいじゃんみたいなんで帰っていく人もいると思ってました。いないですね。いないです。すいません、いないです。はい、はい、ジュさん、ゴムつけたらじゃないから大丈夫。これはマジでね、気をつけた方がいいですよ。いやいやいや、何が大丈夫なんですか。なんかあの、彼氏がまあ例えばいたとします。また好きな人がいるとか、まあいろんなパターンあると思うんですけど、ゴムつけたら、じゃないから、あの粘膜感染しないんで。だってかましますもん、1枚噛んでるから大丈夫って言ってくるやつには気をつけた方がいい。絶対気をつけた方がいい。これは危ないっすね、僕やってるんですけど。やってんすか。そうですよね、だからコンドームさえつけとけば別にいいんじゃないのっていう、そういう洗脳をね、僕かけてるんで。そこまで洗脳できたら使えます、大丈夫ですかね。言われたらちょっとおもろい、笑っちゃいますよね、必死すぎて。そう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 、だからゴムつけるみたいな。多分やる前ですね、ちゃんとゴムはつけるから。はい、安心して。はい、はい、どうだろう。あの側で自分を売り込んでくるやつっていう。側、あの自分のスペックとか内面じゃなくて、俺こんな仕事してんだよとか。大体合コンとかで仕事の話するやつモテへんから。確かに確かに。そういうステータスとかで自分を売り込んでくるやつは自分に自信がないから、いちいち愛することもなく、とりあえずやれることが自分の価値を上げると。それこそステータス、それもステータスになってる。そう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 、っていうやつは多分
ちょっと違うんですよ。もっとダサい側のやりもく側の方は結構こういうことをしてると思います。なるほど。いるっすね。でもこれこれは良かったっす。当てはまんないから。ああ、良かった。そうそう、いやでも周りいるっすね。マジでキモいと思う。そうっすよね。例えば、いや俺タワマン住んでてとか、そうそう、何々、例えば YouTuber 誰々と仲良くてとかってやつは本当に気持ち悪いと思う。すごいの、お前じゃねえから。そうですね。己で勝負しないですからね。お客さんとかに結構います？いや、いるっすね。で、僕がそのわざわざ自分のこと言わないんですよ。で、なんか YouTuber 誰々と仲良くてみたいな。僕の方が圧倒的仲いいんですよ。そうですね。あれね、あー、結構マウント取ってくるんですね。ね、こう何々とこの辺飲んでみたいな。俺週3で飲んでんだよなあ。でもお客さんで、あ、そうなんですねみたいな。僕もまあ、一応軽くは知ってるんですけど、みたいな。そうせざるを得ないですよね。みたいなと思いこの手のやりもくが一番痛いです。一番ダサいから。はい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 。あの、スーツごっこしようっていうやつ。おる？こんなやつおる？これ横に横におった。これあるっすか？これは言うっすね。ごっこだ、ごっこってつけるともうマイルドになりますね、受け止め方が。それマジで言ってるやつだわ。ちょっと一回さみたいな、ごっこしてみようやみたいな。そう、挿入なしでもさみたいな。全然全然みたいな。だ、最終言葉のあやなんですよね。いや、そうなんですよ。そうそう、攻め方が。これ面白いな。なるほど。はい、はい、いいですか。はい、あの、だけでいいから。これは結構危ないですね、このパターンは。だけでいいから。だから、キスするのもちょっとまたハードルがなんかあるじゃないですか。舐めるだけだったらぶっちゃけもうなんか軽くポンっていけるんで、ちょっと舐めてよみたいな。まあ僕のことなんですけど、ただこれ意外とだけ舐めてよって舐めてくれる子多いんですよ。ノリとかで軽くみたいな。でそっからこう徐々に徐々に、あの要求を大きくしていくんだよね。ちっちゃいあのイエスをコツコツとこう積み重ねていくっていうやつ。まずじゃあちょっと次手でさ、ちょっとこう、危ないっすよ。そういうやつ危ないんで、まあ、ちっちゃいのから求めてくれ。そうそう、まず舐めない方がいいってことですね。そういうやつは気をつけてくださいって。そういうやつは気をつけてくださいですね。僕のなんか手口発表してるやつって違いますよね。気をつけてくださいですよね。ですよね、よかった。でもさっきから自分で僕のことなんですよ言ってるんですよ。嘘つけないんですよ、ガチでやってるんで。はいはい。お、あのうちの会社の先輩の、うん、有名なやりちん先輩の、もしホテルまで連れて行ったのに、うん、下られた時の突破法らしいんですけど、脱いだから握ってっていうのもうグダグダしだしたら、とりあえず脱ぐらしいっす。で、もう出してもて、一旦、でも一旦出してもたから握ってって握らしたら、もうそっから始まるらしいっす。へぇー、確かにね。確かに、確かに、確かに。いるんすよね、なんかホテル行っといて、そこでなんか、いやでもみたいな。その先輩めっちゃ分かってる人っすよ。正解ですか。でも女の子ってこう理由つけたがるっていうじゃないですか。仕方、まあ仕方ないみたいな。だこれもう脱がれちゃったから、まあじゃあしょうがないっていう理由づけですね。なるほど、仲良くなる人ですよ、ほんとに。いや、僕もね、そう思った。その某先輩と同じ空気感がその人も緻密なんですよ。で、全然ダサい口説き方じゃなくて、とにかく行きたいからめっちゃ考えて戦略立てて、そん時だけ鬼賢いんですよ。そうっすね。ちょっと黙っちゃう。もうそんとも IQ 振る限り、そこだけ、そこだけに。いや、確かにな。ある意味可愛いよな。確かに、確かに。頑張ってる男だしね。確かに。これ、今の季節柄のやつなんですけど、あの、家で鍋っぱしよう。この時点で。まあ、家でやろうよって。僕この時期超使うんで。2人なのに鍋っぱって言いますからね。なるほど。鍋っぱしないみたいな。あ、人数とか結構みんな集まんの、誰いんのみたいな。いや、2人だよみたいな。パーティーじゃないねって言われるんですけど。
全然鍋しようです、ね、鍋しようよ確かに確かにタコパとかそういうなんかそう軽いなんか項目っていうか理由つけてあの家に呼んでくるやつはちょっとやっぱ危ないですね、うん、そうですね確かに家の中はちょっと危ないですね危ないですね危ないです家ははいはい、あの家つながりですけどアイス食べたないっていうあー出た前回の放送そう2軒目ぐらいだろそう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 2人で夜道歩いててアイス食べたないって言ってもうアイス買ってもたら行かざるもないしどっかで食わないから間違いないそれ絶対あるこれはでも本当あるあるっすよねこれもあるあるっすよね女の子がアイス好きっていうね、はい、その心の隙間につけ込むっていう、そこまで言ったらダメですよつけ込むのが言い出したら悪い人だからはい、ということで、はい、いや、どうでしたもうどうでしたもどうでしたもないですよいや、そうなんですね大丈夫ですかいや、ちょっと僕、なんかコメント欄と怖いですけど大丈夫大丈夫ですめちゃくちゃピーでございますリチェスさんがいるおかげで、なんか俺らがいつも言ってることにさらに説得感が増したあーなるほどですねプロが言うんだからえ、まあ、このプロもなんかあんまかっこいいですね不名誉なんですよね不名誉でもやっぱ今日話しと思ったのはもうやりもくとかめちゃめちゃやるのであれば振り切ってほしいですねこれぐらいそう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 むっつりはねそう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 細かくなんか裏でこうやってって後輩使ってとかおるじゃないですかあれはよくない潔良いのがいいねまあそうやなそうやったらちょっと可愛いもんな確かに女だって俺女やったら一回ぐらいリチェスってなるもん本当にこんな楽しくやったらまあええかかもしれんって思う夜も楽しいんじゃないかなどっかしてみようかなありがたいですわそれははいということでね、はい、皆さんぜひ参考にしてみてくださいありがとうございました。